神武天皇、神武天皇、神武天皇、皇后年一月一日、神武天皇七十六年三月十一日は、日本の初代天皇、在位、神武天皇元年一月一日、神武天皇七十六年三月十一日。意名は彦穂で見あるいはさぬ、日本神話に連なる、伝説上の天皇、日本初期、古事記によれば、 アマテラスオミカの御世孫であり、うねびかしはらぐ現在の奈良県に都して、日本を建国したとされる。天孫、ににぎの孫のひまご。ひ連は草吹ぶくさ命、彦ふごういげさや吹き図えずの御ことの、第四子。日本初期人来第十一段の、第三の一書では、第三子とし、第四の一書は、第二子とする。母は玉より美兄に、 ひこいつせの命、稲なの命、みけいりぬ命がいる。稲なの命は、白ら王のそともされる。後五年一月一日、かのえたつの日に、ひなた国、南九州で誕生。十五歳で立大使。愛いらつ美名をひとし、たぎしみみの命を得た。四十五歳の時に、兄や子を集め統制を開始。ひなた国から、筑子国、秋国、きび国、南馬国、 河内国、紀の国を経て、数々の苦難を乗り越え泣かす、大和国を制し、うねび山の東南か原の地に戸を開いた。そして今年の女子人の娘の姫たたらい鈴姫命を、聖秘とし、翌年に、初代天皇として即位した。日本書紀に基づく明治時代の計算によると即位日は、西暦紀元前660年2月11日、皇后となった。 姫とたらい鈴姫命との間には、かむやい耳の命、かむやい耳、神、丁長みみ孫、かむぬ中かは耳、水贅天皇を得た。即位76年に崩御。資料は、突起のない限り、日本書紀による、神山といわれ彦の天皇、神武天皇の意味名は彦頬でみ、彦派連部、草吹不豪孫の四、男として高5年一月一日、かのえ達の日に、 ひなた国で生まれた。母は、わたつみの娘の玉より姫である。生まれながらにして、明達で、強い意志を持っており、十五歳の時、後新年に大使となった。長寺で、ひなた国割れた村の愛らつびめをひとし、息子のたぎしみみの命を得た。後因年、四十五歳の時兄のいつせの命、稲なの命、三け入りの命や初心を集め統制を提案し、 エンドロー王が語った東方の美しい地、山和国、奈良盆地を紹介した。青山が四方をめぐり、その中に、天岩尾線に乗ってあもった神がいるという、にぎはやひ命というもののべしの元素である。この地こそとを作り、天下を治めるのに適した場所だろうと彦コほホデミソンが、言うと皆、賛成した。10月、昭王子と水軍を率いて、東西に出発。目指すは、 中須、山和国である。進んでいくと潮の流れの早い速急の門で船が前に進めなくなった。難儀していると国津上の渦彦と出会い、これを水先案内とすることで無事に唄へ上陸することができた。渦彦はシーネズビコという名を与えられ、皇軍に随行した。唄からさらに、畜子国、秋国、騎備国を経た彦ホホデミソンは、三年間軍病を整えた。 土の絵馬年二月、彦穂穂でデミソンたちは、キビ国から東へ向かい南馬の岬に至った。三月に、河内国草公遊の西雲白形から立つたへ、進軍するが道が堅祖で先へ進めなかった。そこで東に軍を向けてガン山を経て、中洲、山和国へ入ろうとし、この地を支配する長須根彦と、穴社、守る坂で戦った。戦いに利なく、 情景の五瀬の命は流れ屋にあたって負傷した。そして火の神の子孫の自分たちが火に向かって、東に向かって戦うことは、天の意志に逆らうことだと悟ることとなった。彦コホホデミソンは兵を集めて草シャまで退き、再びカイロ南へと向かった。5月、五瀬の命の矢傷が悪化しちぬ、和歌山市近辺で亡くなった。船が熊野に差し掛かると、 海は大嵐になり高波に船は、この葉のように揉まれ海は荒れ狂った。新軍が阻まれることに憤慨した、時刑。三兄の稲妃の命と三ケイの命が、私の母は渡罪であると言い,い自ら海に入った。すると波も、静かになり嵐は去った。なお稲妃の命には、白木の王の祖であったという記録がある。熊野に上陸した者の土地の神の特権を受け群衆は、倒れた。 そこへ、熊の高倉下が現れ、霊夢を見たと称して、天神から授かった、神剣二つの御霊を立て祀った。これはかつて、武三和知人が所有していた剣である。剣の霊力により、群衆は起き上がることができた。新軍を再開したものの、群衆は山をいくつも越えたところで、道がわからなくなってしまった。すると天テラス大臣が夢に現れて、 やたガラスを使わし、その案内で、軍勢は、宇田氏た県に行き着くことができた。8月、宇田県を支配する兄、勝を討伐し、弟勝が教順。続いて、吉野を巡行して、伊光、岩廃別、幸子、宝書丹幸子と出会った。9月、高倉山に上り周囲を見渡してみると、四方要所はすべて俗に囲まれていた。その夜、 夢に天神が現れた。お告げの通りに多くの土器を作り、乳の川上で天神地味を祀った。この時天の家具山から土を持ち帰ったシーネズビこと、弟勝に功があった。10月、国見宮に八十武を打ち、さらに多くの族たちを偽りの宴会で中殺した。11月、四季を支配する兄、四季を討伐し、弟四季が強順。12月、 長根彦と、ついに決戦となった。連戦するが勝てなかった。すると急に黒雲が空を覆い、辺りも暗くなり、叩きつけるように氷が降ってきた。そして一筋の光が差したかと思うと、金色の霊子が現れ彦頬で未ンの弓の先に、止まり稲光のような随光を発した。長根彦の軍は眩しくて目も開けられず、ついに降参してしまった。 それでも長根彦は標順しなかった。ヒコホホデミソンが天人の子であることを疑ったからである。長根彦は主君のにぎはや早い孫が持つ神器であるアモウヤとホユギ、カチユキを見せた。まさしく本物であり、ヒコホホデミソンも自分の神器を見せた。もちろんこれも本物である。長根彦はヒコホホデミソンを天人の子と認めたが、それでも屈服しなかった。 そこに、ニギハヤヒソンが現れ降参するよう長須根彦を説得したが、改める気持ちはない長須根彦は、ニギハヤヒソンに中殺されることとなった。きび年2月、彦こほほでみそは、生を選んで土雲を打ち破り、その場所を言われと改めた。3月、中す、大和国の平定が終わったので、うねび山のほとりに全軍を招集し、テントの御事乗りを高らかに宣言した。 こ田ため境。そして、うねびんの東南柏原の地に宮殿を作らせた。そこが、今の柏原神宮である。後新年9月、今年の主人の娘の姫たたらいスズ姫の地を、聖妃とした。新有年1月1日、柏原宮に、初代天皇として即位した。そして聖妃を皇后とした。この日付は、グレゴリオ歴だと2月11日であり。 日本の建国記念の日となっている。即位二年二月二日、大業を成し遂げるのに尽くした人々の功を定め賞を行った。道の海命は、築坂優に、奥目は、うねび山の西の川辺の地、後の木目優、現在の柏原宿名町に居住させ、うずひこ、しーねずび子を和国作りに、弟、勝をもうたあがた主、弟、四季を、四季あがた主に任じ、 ケンネというものを、カツラギの国像にそれぞれ任命した。また八田ガラスにも章があった。即位四年二月二十三日、天下を、すでに平定し終わり海大無事である胸を御事と乗りし、富山中に、高祖天神を祀った。即位三十一年四月一日、巡行して、脇城の寒岡に登り、影楼の尻、秋角となめ、とんぼの交尾する様に似ていることから、 その地を秋津島と命名した。即位76年3月11日、柏原宮に崩御。127歳。翌年、定中年9月12日、うねび三島北領に葬られた。初国知らすすめらみことと称され、後、神武天皇と送りなされた。日本書紀の伝えるところによれば、以下の通りである。機械的に西暦に置き換えた年代については、 上古天皇の在位念と、西暦対象表の一覧を参照。以後3年間は、多義しみみのの反逆により、空位となった。宮、皇居の名称は、日本書紀では、柏原宮、柏原宮、演儀式では、うねび柏原宮、うねびの柏原宮、古事記では、うねびの白、ゆ須原宮、うねびの柏原宮と記す。このほか、万葉集にも、 加の波量の,の,のうねびの宮、柏かのうねびの宮が見える。伝承地は、奈良県柏原市うねび町の柏原神宮。柏原の地名が早く失われたために、宮跡は長らく不明であったが、江戸時代以来、多くの鹿がうねび山東南柏原地の記述をもとに、公費や古社の収集を行っており、その成果は蓄積されていった。幕末から明治には、 天皇陵の事情をきっかけに、在野からも成績検証の機運が高まり、明治21年、1888年2月に、奈良県県会議員の西内聖吾が内務大臣、山形ありともに、対、旧跡保存を権限した、当初の目的は権費のみ。翌年に、明治天皇の直居が下り、県が高畑と呼ばれる、柏原宮跡の推定地。 現在の外拝殿前広場を買収。京都御所の内市所を賜って、本殿、新家殿を賜って、拝殿、現在の神楽殿となし、柏原神社、明治二十三年、1890年に、神宮を宣言、官兵大社が創建された。明治四十四年、1911年から第一次、拡張事業が始まり、柏原神宮は、 総建寺の2159坪から3600坪に拡張される。その際、周辺の民家、うねびパッコ、くめ4個、市場1個の一般村計13個が移転し、柏原神宮規模拡張事業旬世概要報告、ホラブラク208個、1054人が大正6年、1917年に移転した、区内庁、うねび部園各市。なお、 昭和13年1938年から挙行された紀元2600年記念事業に伴い、末永正雄の式による神宮外苑の発掘調査が行われ、その地下から縄文時代後期晩期の大集落跡と今日の巨木が立ち木の間16平方メートルにも根を広げて埋まっていたのを発見した。慶東京学芸大学名誉教授が記したところによると、 これを全部アメリカのミシガン大学に持ち込み、炭素14による年代測定をすると、当時から2600年前のものであり、その前後の誤差はプラスマイナス200年ということであった。このことから、危機の人務伝承には何らかの史実の反映があると、する説もある。またこの時期、第二次拡張事業、昭和13年から15年、1938年から1940年、 がなされる。社世の境内三輪に隣接するうねび及び、長山部落の共同墓地、境内伊勢、うねび山五料理に南、東南部、深田家東側民家などを買収。境内地としての風地を、将来した。昭和二十一年高柏原神宮市五冊から三、五冊から五、柏原神宮所蔵。なお、この事業は国費及び、 紀元2600年記念報酬会費で賄われた。三笹の名は、うねび山東北領、うねび山の牛虎の墨の三笹。宮内町により、奈良県柏原市大久保町の遺跡名、俗称、市条三三山材に市場されている。ただし、埋蔵文化財放送地とはされていない。宮内町上の形式は延期。危機によると、うねび山の北方、白、陶備。 歌詞の尾の上にあると記されている。人心の乱の際に、大天王子が神がかりした際に、高市社のことし主審と、未教者の生霊人が現れ、神山といわれ彦の天皇の御捧ぎに、馬及び主寿の兵器をまつれと信託を受けたため、人無料に使者を送って、挙兵を報告したとされる。天向きには、領事として大久保寺が建てられたと見られる。演技式の第二十一巻の、 所領式によると、神武天皇領は、平安の初め頃には、東西一丁、南二丁の広さであった。上元2年、977年には、神武天皇ゆかりのこの地に、国源寺が建てられたが、中世には、神武領の所在もわからなくなっていた。江戸時代の初め頃から、神武天皇領を探し出そうという動きが起こっており、三戸津国が、 大日本史の編纂を始めた頃幕府も天皇陵を立派にすることで幕府の権威をより一層高めようとした。元禄時代に陵母の調査をし歴代の天皇の墓を決めて修理する事業が行われその時に神武天皇陵に地上されたのがうねび山から東北へ約700メートルのところにあった福塚塚山という小さな円墳だった。現在は第二代。 水星天皇陵に自乗されている。しかし、うねび山からいかにも遠く、山の上ではなく、平地にあるので、福塚よりも、うねび山に、少し近い、未散在あるいは、地武殿、神武田というところにある、小さな塚、現在の神武陵という説や、最有力のラの丸山という説もあった。その後、文久三年、1863年に、神武陵は、未散在に決まり、 幕府が一万五千両を出して修復し、同時期に、神武天皇陵だけでなく、百余りの天皇陵全体の修復を行った。このように、神武天皇陵の事情は、右与曲折の歴史があり、国玄寺は、明治初年、神武天皇陵の新域となった場所から大久保寺の跡地へと移転したが、未散在にあった塚は、元は、国玄寺法上堂の基壇であったという説もある。 原料は、柏原市大久保町道。古くは、高市軍次郎東柏村大技山本に所在し、うねび山からほぼ東北に300メートル離れており、東西500メートル、南北約400メートルの広大な領域を占めている。毎年、4月3日には宮中及びいくつかの神社で、神武天皇祭が行われ、三領には、直視が参考し、奉兵を行っている。また皇居では、 高齢殿、九中三殿の一つにおいて、他の歴代天皇、皇族ととに、天皇の霊が祀られている。神武天皇が即位したというかの鳥との年は、そのまま西暦に換算すると、紀元前六百六十年であり、同時に、弥生時代早期または、縄文時代末期にあたる。明治時代の歴史学者である、中道夫は、千八百九十七年の著書、 上青年紀構で日本初期の記述を批判して、危機の記念は古代中国由来の親友の年に天命が始まり、王朝が変わり、同時に正しい大改革も行われるとする親友革命説に基づく危機変者の創作であろうと論考した。その上で中は水古天皇治世の最も輝かしい辞籍が601年のカノトトリにあったとから、 その前回の科のととり、つまり、紀元601年からさらに1260年、遡った紀元前660年あたりを、人務即位年にしたのだろうと推測した。大正時代には、津田総吉は、危機の成立過程に関して、本格的な文献批判を行い、神話学、民族学の成果を援用しつつ、人務天皇は、弥生時代の何らかの事実を反映したものではなく、 主として皇室による日本の統治に対して正当性を付与する意図を持って編纂された日本神話の一部として理解すべきであるとした。このため津田は皇室の尊厳を冒涜したとして出版法違反で起訴され有罪判決を受けた津田事件。現在でもこれに対する科学的反論は当然存在し、人務の実在性を主張する論者も多数存在する。また、人務統制において 白方津、河地湖が、生駒山陸に接している状態で描かれるなど、弥生時代後期以前の地理事情を伝えている。ギネス世界記録では、神武天皇の伝承をもとに、日本の皇室を世界最古の王朝としているが、発行物には、現実的には四世紀と記載している。なお実在が確実な形態天皇から数えても、現存する王朝としては、世界最古に当たる。 神武天皇の即位年月日は、日本書記の記述に基づいて、明治期に法的、慣習的に、紀元前660年の旧暦元旦、新暦の2月11日とされている。日本書記においては、年月日は、すべてえとで記している。神武天皇の即位年月日は、新有年春、正月かのえたつ一日とある。太陽暦、グレゴリオ暦が、明治6年。 1873年1月1日から、暦として採用されたが、それに先立って、紀元節が旧暦である、天保暦の正月、旧正月とはならないようにするため、神武天皇即位の日である、紀元節を太陽暦、グレゴリオ暦特定の日付に固定する必要が生まれた。文部省天文局が算出し、歴学者の塚本秋高が審査して2月11日という、 日付を決定した。具体的な計算方法は明らかにされていないが、当時の説明では、漢詩に愛より漢方省立てとしている。神武天皇の即位年は、日本初期の歴代天皇在位年数をもとに、逆算すると、西暦紀元前660年に相当し、即位月は春正月であることから、立春の前後であり、即位日の絵とは、かのえたつである。そこで、 西暦紀元前660年の立春に最も近いカノエタツの日を探すと、西暦では2月11日と特定される。その前後では、前年12月13日と同年4月12日もカノエタツの日であるが、これらは春正月になり得ない。したがって、新雄年春、正月カノエタツは、紀元前660年2月11日以外には考えられない。 また、この日をもって、後期元年とする暦が主に明治、大正期から終戦まで用いられた。なお、日本初期は、かのえたつが、1日、すなわち、新月の日であったとも記載しているが、1日は歴法に依存しており、官法では計算できないので、明治政府による計算では考慮されなかったと得られる。当時の月令を天文知識に基づいて計算すると、この日は、 天文上の1日にあたる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。